本日はローランドオーディオ&ビジュアル新製品内覧会にお越しくださり誠にありがとうございます。プロ AV マーケティンググループの飯田と申します。これから約15分間新製品そして関連ニュースをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。さて、ローランドの業務用音響機器そして映像機器のグループは2015年からローランドプロフェッショナル AV として気持ちも新たに活動を開始しております。製品開発から情報提供サポートまで今まで以上にしっかりとさらに一歩踏み込んで取り組んでいくという決意表明でもあります。皆様もご存知のようにオーディオそしてビデオのシステムはますます活躍の場が増えています。さまざまな現場さまざまなシステムそして刻々と変わる環境やリクエストの中でどのような AV システムを構築したらよいのか、ローランドはオーディオとビデオどちらも手掛ける数少ないメーカーの一つとしてベストなご提案をしたいと考えております。本日ご紹介する新製品そしてバージョンアップもそのソリューションの一つです。では早速ミキシングコンソールのフラッグシップモデルからご紹介しましょう。まずはライブミキシングコンソールオルカ M5000 です。昨年のインタービーで発表そしてこの春の発売開始からおかげさまで好調な出荷が続いております。国内外でさまざまな現場に導入されています。例えば右上の写真こちらサウンドエンジニアのトニー・ウェルタさんです。現在グラミー賞も受賞した全米屈指のコーラスグループテイクシックスのワールドツアー中です。M5000 がメインコンソールとして使われています。国内でもコンサートツアーそして中継車また設備の導入などが始まっております。ここでオルカを採用した多くの方々のその決め手になったポイントがどこにあるのかというのをご紹介したいと思います。まず最初のポイントはオープン拡張性に優れているというところです。オルカはオプションのカードスロットが2スロット搭載されています。ローランドのリアックというデジタル伝送はもちろんダンテ、マディ、ウェーブサウンドグリッドというオーディオ系の4種類のカード、さらには SDI などビデオ系のカードも使用可能です。さまざまなシステムにダイレクトに接続できるということですね。さらにベーシックなコンポーネントが多数用意されているという点です。デジタルスネーク、マージボックス、ディストリビューター、パーソナルミキサー、レコーダー、これらが全て 96kHz 対応で揃っているという点もオルカの大きなアドバンテージです。接続はリアック、ネットワーク系の接続とは思えないほどのシンプルな設定ですぐにつながります。コンソールからのコントロールにも対応しています。では2つ目のポイントですね、高音質、ハイレゾリューションであるということです。システムのサンプリングレートは 96kHz、
滑らかで透明感のある音質を実現するとともに、低レンテンシー、遅延が少ないという特徴があります。またサミングバスは 72bit、 これはダイナミックレンジに換算すれば 432dB という驚異的な精度となっています。そして3つ目のポイント、これが最後ですけれども、最大のポイント、コンフィギュラブルアーキテクチャ、コンソールの内部構成を自分で簡単にカスタマイズできるというところです。例えば FOH で使う場合、状況に応じた自由なチャンネル構成の変更が可能です。そしてモニタータクとして使う場合は、イヤモニに対応できる十分な数のオグジュアリーが確保できます。ホールやシアターに使う場合、設備の変更に伴うマトリックス出力の変更要望、これにも即座に対応できます。またブロードキャストに使う場合には、バスの自由度に加えてモニター回路、トークバック、GPIO など周辺機器の充実まで実現しています。そしてこれらが組み合わさったような複雑な現場でも、このコンフィギュラブルアーキテクチャなら対応することができるということです。なお近日リリース予定のバージョンアップでは、パーソナルミキサーのセットアップ機能追加など大幅な機能追加改善を計画しております。ご期待いただきたいと思います。発売中のオルカ M5000、 ぜひ展示で実際にご確認いただければと思います。本日2チャンネルミックスのほか 5.1 チャンネルの環境も用意しておりますので、ぜひご体験ください。続きまして NAB で発表しましたビデオの新製品、スイッチャーのフラッグシップモデルのご紹介です。